ゆなです。アリアです。ゼイラです。ピンク、ラテ、ティー、リー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はバニラアイス、なんでもアイス説です。バニラアイスに合うんじゃないかなって思ったと、あ、ものと、これは合わないんじゃないかなってものと、挑戦したいなって思うものを9個買ってきたので、1人3個ずつ試していきたいと思います。じゃあやっていきましょうか。はい、はい、せーの、どうぞ。では、まあ、適当に3つ配られたんですけど、何配られました？じゃあユナが配られたものですね、マヨネーズとカラムーチョ、辛めのスナック菓子っていう例にします。ラムネですね。じゃあ次、アリアちゃんも。はい、アリアはタラタラしてんじゃねえよ。これ好きです、めっちゃ毎日。それも結構辛めのやつ。そうですね、これご飯ですよ。なんかご飯に合うやつ。そう、めっちゃ美味しいやつです。これが醤油です。醤油は楽しみ、うん、じゃあレイラちゃん。レイラはソースとラー油とかば焼きさんです。なんかギリギリのラインって感じだね。一瞬ずつじゃあやっていきます。じゃあユナからやっていきます。ちょっとこれはすごい怖いので、一番最初にしたいと思います。最初にカラムーチョからやっていきます。意外と合いそうかな。合いそうだよね、合いそう。今日のバニラアイスはスーパーカップです。じゃあこれにカラムーチョを加えていきます。あ、すごいいい匂いする。入れていきます。大丈夫これ、なんか張り付いてるだけなんだけど大丈夫かな。ちょっとこのまま食べますね。はい、ちょっとパリパリしてます。いただきます。美味しい。なんか感想で言うと、すごいバニラアイスとカラムーチョが別々のなんか感じで、アイスはアイス、カラムーチョはカラムーチョみたいな感じで味が感じます。本当にバニラアイスを食べて、その後にカラムーチョを口に入れたみたいな感じなんか合わさってるって感じはしないです。こちらのカラムーチョ×バニラアイスの点数は100点中35点です。低い、低い、結構低い。美味しいんですけど、カラムーチョを食べてるって感じです。なんか最初にカラムーチョ食べてるな、あ、その後なんかバニラアイス食べてるみたいな感じのだったんで、なんか合わさって合うなとはあんま思わなかったです。1日目にカラムーチョ食べて、2日目にアイス食べる方がちょっといいかなと思いましたアリアちゃん、はい、どれにしようかな。美味しいのから食べようかな。じゃあこの醤油をかけていきたいと思います。ちっちゃい醤油かわいい。はい、ではじゃんじゃんじゃん、ちょっと少々かけて。美味しそうなんだけど。かけました、醤油。美味しそうだよ、普通に。食べたいと思います。いただきます。なにこれ、今どっちの味が強い。なんか蜂蜜と醤油とアイスみたいな。どういう味なんですか。なんか全然醤油感じがないんだけど、とろとろ、みつみつみたいな、とろみつみたいな。じゃ黒蜜？クソ、それそれそれ、黒蜜みたいな味する。美味しそう、美味しい。めっちゃ黒蜜、美味しい。普通にちょっとかけすぎた部分は醤油の味するけど、いい具合にかけたところは、めっちゃ黒蜜。やば、100点中何点ですか。100点中、あ、でもアリアは普通のアイス食べた方がいいかなそうだね、100点中90点。おー、高い。めっちゃ美味しい。なんか合わさったらすごいとろみが出る。あー、いいね。大正解、みんな、醤油どぼどぼかけよう。アイスさえ買ってこれば、だって家に醤油なんて絶対あるから、ね、普通に美味しい。レイラちゃんどうぞ。はい、じゃあソースを。はい、トロトロしてる。ちょっとね、どのぐらい食べたらいいのかな。普通に美味しそうだよね。なんか醤油に似た感じの雰囲気がするけど、美味しいか美味しくないか、それかどちらかといえば美味しいか、どちらかといえば美味しくないか、どっち？なんか最初にソースがグッって言って、うん、後から冷たいアイスが。なんか美味しいのか美味しくないのか分かんない。あ、なんかかけなくてはいいみたいな感じ。かけない方が美味しい。そりゃそうだ。じゃ100点満点中？20。お、カラムーチョよりいいかね。20、22点ぐらい。22点。
結構低いね、うん、なんか美味しくはない、美味しくない、美味しくないそうです。なるほど、はい、じゃあ次今はラムネをかけていきます。ラムネも美味しそうね、なんかサーティワンとかのアイスになりそう。あ、確かに、なんだっけ、大丈夫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 したらちょっと混ぜてきますね。いただきます。美味しい。あのそれ冷たくて感じだったんだけど、本当にサーティワンに出てくるなんてピンクシャワー、あれ似てる味。これが普通のラムネ、多分ソーダ味みたいな感じの味だから、バニラアイスなのに中にラムネが入ってるだけで絶対美味しい。サイダーのアイス食べてる気分だし、しかもラムネの食感もあるからめちゃめちゃ美味しい。なんか市販のアイスでサーティワンレベルのアイスを楽しめるって感じ。めっちゃいい、めっちゃいいじゃんそれ、うん、中になんか入ってるっていいよね、美味しい、うん、うん、個体のもの意外といいかもしれないです。100点満点中85点です。おー高い高い、めっちゃ美味しい、やってみてください。じゃあ次、何がタラタラしてんじゃねえよ。これ激辛味使ってるけど、言うほどそんな辛くないよ。それでまたトイレに書き置かないよこれも結構なんか食感があるから、そうそう、なんかイカっぽいね。ね、おーすごい、いっぱい辛くてもバニラアイスに中和されそう。あ、確かに、めっちゃずっと食べ続けたらタラタラは辛いけど、そんな言うほど何があるから。そうそうそう、え、イカとバニラアイス絶対合わないじゃん。よし、いきたいと思います。いただきます。うん、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 あんまり良い味じゃない美味しくない。なんか全く辛くはないんだけど、最初にアイスクリームがバッときて、あ、待って、美味しいかも、ん、なんか、んって思ったら、急にイカ、イカが来て、イカ、え、イカ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 、最初ね、ふにゃふにゃって感じなんですよ。でもなんか、アイス入れたらなんかちょっと、あれ最初硬っと思って、ちょっとこれはダメです対戦系は合わないね、じゃあもう、うん、まあ、100点満点中で言うと、28点うん、低めの28点ソースよりはちょっと高めだねじゃあ続いてレイラちゃん行きましょう。ラー油いきたいと思います。油って合うのかな。え、なんか赤いよ、赤い、赤いラー油だもんね。あ、辛い辛い、なんか辛いっていうか喉にデオみたいなドームってライブドームライブタイライブ調ライブのアピール。でもソースよりかは食べれる。ああ、そんなソース合わなかったんだあ、でもちょっとライブにしてきた。なんか合うか合わないかっていうと合わないと思うけど、うんうん、でも食べれる。あ、すごい喉が、アイスでも辛いって相当だね、うんうん、え、それなんかおつまみとかにもちょっと無理って感じ。ネイラは食べたいと思う食べたいとは思わないそうです。じゃあちょっと100点満点中何点でしょうか。47。おお、半分ぐらい。まあ普通だけど合わせたくはないなみたいな感じね。まあ50以下だから美味しくない、うん、美味しくはないですね私の3種類目マヨネーズいきたいと思います。マヨネーズすんごい嫌だマヨネーズはやばそう、ね、同じ色なのになんでこう違う同じ色やだ。ちょっとかけていきますあ、でもカスタードに見えるよ。いやいやいやカスタード、カスタード食べていきたいと思います。一口で食べるといいと思う。匂いがもうすっごいやばい匂いするよ。いただきます。大丈夫？マヨネーズやばいね。大丈夫？口に残ってる。この言葉に表せないぐらいもうです。ないのにこの美味しいのに NG。NG。NG。100点中。10点中
マイナス100点です。もうマイナス、もうね、口に入れた瞬間わかる、もうマヨネーズとバニラのミスマッチがやばい。やばそう、無理。絶対バニラアイスじゃなくて唐揚げとかにつけた方がいいです。絶対にやめた方がいいです。真似しないでください。危険です。私はちょっとあれ未特殊な訓練受けて絶対しない方がいいです。もう絶対あの3日間ぐらいトイレとちょっと仲良しするかもしれない。口の中の余韻がやばいんです。気になるけど嫌だね。マヨネーズなんだろう、誰、誰が入れたんです。アリアちゃんだそうです。アリアちゃん犯人でした。調味料いっぱい入れた方がいいなと思って、うんうんうん、調味料入れて、あ、マヨネーズもあんじゃん。うん、あやばいです絶対。もう絶対やんだ方がいいです。じゃあどうぞ。なんか怖くなってきたね。じゃあ次アリア、最後はご飯ですよを食べたいと思います。これはね、海苔佃煮。海苔佃煮をアイスと食べますか。開けていきますね。苦手な匂い、ちょっと無理かも。何かも、うん、すごい匂いするよ。てか真っ黒だよ。どんぐらいかければいい。でも大体にかけちゃう。実際ご飯にかけるとすごい美味しいです。いただきます。あ、匂いダメだわ。ん、アイスの味がする。アイスの味がする。アイスが勝ってる。アイスが勝っちゃってるよ。待って、もうちょっと待って待って、そうなの、わかんない。普通にアイスなんだけど味しないよ。あ、もうマッチングしちゃったから、もう消えちゃった、消えちゃったんじゃない。結構つくだに入ってます。アイスの味しかしない。あ、しいて言うとさっきの醤油をプラスした感じ、醤油が多めのアイスみたいな。ちょっと濃いめ。あ、全然いける。意外と意外、新たな発見です。家にご飯ですよある人、ちょっと一回やってみてほしい。うん、本当に消えるのか、ご飯ですよが。うん、でもなんか、うん、だんだんと美味しくなくなってきた。一口でやめられた方がいいかもしれないです。あ、後味のり。後味きた。ああ。最初は大丈夫だけど、後味すごいらしいです。後味がなんか、海藻の味。あ、じゃあ、つくだ煮が食べれる人は意外といけるのかもしれないです。じゃあ、100点満点中、何点でしょう。食べてる時よかった。今ちょっとやばい。今やばい。からもうそれでマイナスさせてもらって、40点。お、え、あ、でも高めだな。じゃあ40点です。40点です。つくだ煮が好きな人はちょっと試してみてほしいな。絶対アイスだけの方が絶対美味しいって。うん、あ、後味やばい。じゃあ次レイラちゃん。これさ、合うのかな。うなぎだ。じゃあいただきます。これ未知数だよ。わかんない。なんか食感は好き、パリパリしてて美味しい。なんか、あ、でも美味しいかも。最初にバニラ来て、後に行く。一緒に食べるのか、バニラだけで食べたとしたらどっちの方がいいと思う。バニラ。はい、バニラだけ。そりゃね、それは全部そうだよ。ちょっと多分食感がある、タラタラしてんじゃねえよとか、これかば焼きさんとかカラムーチョとかはもしかしたらバラバラに口の中でなっちゃうから、そう、別々で食べた方がいいのかなって感じだね。うん、そうだね。100点満点中65点。お、高いです。高め。おお、半分より上ですね。はいはい、ということで皆さんどうでしたか。試してみたいものとかありましたか。結果はラムネと醤油、この中だったらラムネと醤油がいい感じでした。でも醤油もかけすぎたらちょっと本当にやばい味になるから、ちょっとだけの方がいいと思う。ラムネとかだったら小ぶりのやつとか、あとなんかパチパチするやつあるじゃん。ああいうのでもいいかもしれない。絶対美味しいじゃん。絶対美味しいよ。オリジナルフレーバーみたいに作れそう。確かにいいね。いいね。作ってみたい。で、絶対無理なやつはマヨネーズとご飯ですよ。ソースもやばいですよ。です。皆さんぜひ試してみてください。あと、この中にない、もし違うやつとかやってみたとかあったらコメント欄で教えてください。この組み合わせ美味しかったよとかね、教えてほしい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。